はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造マシンことリュウです。さあ2021年ももう半分が終わってしまいました。早いですね。ということで今回は2021年上半期1月から6月度クソデッキトップ5を発表していこうと思います。今期もクソデッキをたくさん作ってきましたが、皆さんと一緒に盛大に振り返っていきましょう。それではどうぞ。さあお相手の方ブラスラッシュシドさんですね、よろしくお願いします。このデッキの難点というか難しい部分がありまして、結構このデッキまずそもそも殴って勝たないんで、すげえデュエルが長くなるっていう致命的な弱点があるんですけども、まず一つ目ねと、あと結構リバース効果なんで割と除去には結構辛い、プレイング分かってる人は結構バックから割ってきたりするんですよね。それがちょっと辛いかなって、あ弱そう、そのバトラー弱い。おっとイカズ一族がいないか。さあクローラーデンドライトの効果を打つと、さあ誰やねんモンスターの効果によってデウスエクスクローラーを墓地に送るぜ。これによってバーストリバースが生きる。基本的に勝ち筋は、この敵の勝ち筋はウィジャ版の勝利なんですね。かもしくは相手が心が折れてサレンダーしていただくことなんで、そこまでどのぐらい相手が先に心折れるか問題みたいなのが発生しますんで、とりあえずバーストリバース打ちます。でバーストリバース効果でデウスエクスクローラーを特殊召喚していく。はい、でこれによってちょっとまだいいや、でこうしといて、でこうですね。でですね、いきなりレビオニアは飛んでこないもんですから、とりあえずなんかレビオニア飛んできそうになってから表にすればいいと。デウスエクスクローラーを、はいモンスターを召喚。はい、なるほどモンスター効果、なるほど。さあ頑張って、ここの獣を引いたか。さあ獣効果もここを打ってんじゃねえか。砂漠の光、これ生物の傀儡のなんか海洋館みたいな感じなんで、4枚目5枚目の生物の傀儡みたいなもんです。さあデウスレセプターの効果とデウスエクスクローラーがリバースした状態でフィード上に存在する場合、お前のフィード上のモンスターは全て発動する効果が無効にある。なんて強いんだ。さあつまりお前はこの3000という打点を単純に打点で突破しなければならない。さあどうする、プラスラッシュシドさん。レビオニアの効果もちなみに今無効になっているぜ。ちなみにそのレベル4のモンスター2体でランク4を立ってデッドリシーンやらダイヤウルフを使っても、その効果さえも無効になっている。デッドリシーンいいだろ、テキスト読めるか。さあプラシロさん、お前はテキストが読めるタイプの人間か、テキストが読めないタイプの人間か。デュエリストはテキストが読めない。そうデッドリシーンの効果を発動する。さあどうする、デウスエクスクローラーを対象に取るか。さあテキストを読まずに除外していく。テキストを読めておりません。ビリ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 そうなんですよ皆さん、デュエリストってねテキスト読めないんですよ。それも全然無理は。さあで効果発動する必要もないよ、効果発動する必要ないよ。それデウスエクスクローラーのテキスト読んで、今すぐにな。これでレビオニアも怖くないんで、あとはクローラーレンドライトで、ウィジャ版のコストというかウィジャ版の発動条件となる我が魂ダークネクロフィアを墓地に送ればいいだけですね。はい、援軍いいでしょう。さあ援軍効果でライデンを手札に加えていく。はい、いいだろう。もうこっからはもう作業芸なんだけど、多分ね相手の敵サンダードラゴンなんですけど、サンダードラゴンって基本的にはモンスター効果で突破してくるんですよ、こういうデッキを。こういうデッキってこう盤面をなんで、モンスター効果が無効になってるんですよ基本的にね。まあ、スキルドレインみたいな、相手だけスキルドレインみたいな感じなんで、これレビオニア出てくるじゃないですか。これドヤ顔で出してくるじゃないですか。レビオニアの効果なんてね、モンスター効果無効なんですよ突破できないですよあんなモンスターでは。このモンスターはモンスター効果、はい、でライデンリーの効果するともういいよ、もうご自由にどうぞ。テキスト読めないマンの相手すんのつらいわー。さあ雷獣竜サンダードラゴンを手札に加えていく。そしてレビオニアの方がビリビリしていく。さあどうするんでしょうか、この3000横抜けるんでしょうか。おそらく抜けないと思います。モンスターを召喚、はいライデンどうぞ、いくらでもいいですよ。因果切断を使う必要さえもありません。はいどうぞ。さあシンクロ召喚、
してくるんでしょうかね。もうなんかこの辺もなんかめんどくせえから早送りだわ多分な。さあバトルフェーズでやれ。なるほど、いいですよ。でクロロアデンドライトでネクロフィア送っといて、はい。で、あとは、私のデスの5文字を揃うまでに相手がサレンダーしていただけるかどうかっていう話です。さあとりあえず脳死でカードを1枚セットし引かそう。まずは D の文字が揃っていく。デスの5文字が揃った時俺はデュエルに勝利する。その前にお前はサレンダーするだろうかな。せいぜいあがくんだな。なんか神ゲーなんだけど、なんか相手全然サレンダーしないんだけど、マジで。これもしかしてさ、これ相手もウィジャマンのこのデスの5文字を見たいみたいな精神状態になってるこれ。そんなことある、そんなことある、マジ。サレンダーしない人初めてだわ。君よく僕のこのデュエルに付き合ってくれたね。逆にどうやって突破しようと思ってたのか聞きたいけどね。この盤面 D E A G Hです。闇サトシの勝利。さあお相手の方、私デュエル、俺のターン。手札はいいぞ。手札だけはいい、手札だけは、手札だけはいい。さあサクリファイスパペットの効果発動、そしてギミックパペットデストロイの効果発動、フィールドのギミックパペット1体を、さらに手札からギミックパペットモンスター2体を特殊召喚できる。来いギミックパペットナイトジョーカー、さらにギミックパペットナイトジョーカー、来い。そしてギミックパペットナイトジョーカー2体でオーバーリネットワークを構築、エクシーズ召喚ナンバーズ22、ギミックパペットフランケン、そしてカードを1枚セット、ターン終了。俺はこれでターンエンドだ。さあフランケンさんのファンサービス効果は、相手ターンに一度表側のカードの効果を1回無効にしながら手札を1枚切って守備表示になるという効果。今こそ入れよ。ちなみに表側だったら何でも止めれるからな、その効果も止めるぜ。いけナンバーズ22フランケン。やべ、でもこれスパイクシールド捨てなきゃいけない。こっち待って、いやバレるバレるバレる、やべ、やばいやばいやばい、コストが弱い。ちょ、殴ってこい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 、来た、来た、攻撃宣言時ガムシャラの効果発動。お前はもう死んでいる。これが俺様のファンサービスだ。悔しいでしょうね。さあお相手の方、特と味わってくれよ、俺様のファンサービスをな。さあギミックパペットデストロイを特殊召喚、デストロイの効果は手札からレベル8のギミックパペットモンスターを特殊召喚できる。さあ来い、ギミックパペットマグネドール、さらにギミックパペットナイトジョーカー。ちなみにナイトジョーカーとかガチで俺しか使ってないんじゃねっていうレベルで見ないですけどね。ギミックパペットモンスターって結構展開しやすいモンスター多いんですけど、割とそこそこナイトジョーカーはマジで展開しにくいんで、戦闘にを高いされるとか書いてあるんで、ホントですカードを1枚セットする。カードを伏せる。さあカードを1枚セットしてターンを終了させてもらう。俺のターン。さあ来い闇遊戯くん、どうする。カードを引くぜ。カードいいだろう。さあお前のデッキは何だ、ガイアか月光か、それともなんかあれか、あとなんだ遊戯って、遊戯デッキありすぎてわかんねえ、栄養か20枚だから、まあ多分でも当てていいですか自分。20枚なんでムーンライトと見ました。あ、わかんねえ、まだそれは別にいいか、これは別に通していいな。あのムーンライトだった場合ね、ムーンライトフュージョンを止めなきゃいけないんで、ちょっとフュージョンも止めれますからね、このモンスター結構強いんですよ。あの表側のカード、あームーンライトですね、あの表側のカードであれば全部止めれるんですよ。だから永続トラップとか、あの永続罠だけじゃなくて
永続トラップと永続魔法同じやん。永続魔法とか永続トラップだけじゃなくて、こういうモンスターの効果とかも止められますし、あと普通に通常魔法とか速攻魔法も止められます。普通に強いですこのギミックパペットフランケンっていうモンスターは。いつの間にかギミックパペットモンスターになってましたが、ただこれまた手札切るカードが弱い、まずい殴って、お願い殴って、お願いお願いします、殴ってください、殴れ、きっとファンサービスだ、行くぜガムシャラの効果発動、リバースカードオープン、トラップ発動、ファンサービスだ君のデュエルは素晴らしかった、だがしかし僕を倒すにはまるで全然ほど遠いんだよね先行とあー来た来た来た、久しぶりに来たぞ、叫んでしまった。セプター召喚からのスローネ回収、そして突き出そう、あーわーよっと、まあ、多分サンダードラゴンですね、レベルコピーサンドラんじゃないでしょうか。さあ神の巨匠バルハラの効果を発動し、セプターを攻撃表示し特殊召喚、そしてセプターの効果を発動、さらにスローネの効果を発動、これでスローネのワンドローでちょマジでちょっとトラップかなんか引いてほしい。あーそれじゃないんだよな、あのね光の封殺剣ほんと1枚しか積めないんでそれは辛いんですが、とりあえずスローネを特殊召喚していく。ワンドロー、はい、神ゲーだ神ゲーだ、あ違うわ、違う違う違う、先こっちでこうセットして神ゲーが起きるぞ、おいみんな見ているか、セプターとスローネとスローネでオーバーレイトワークを構築、エクシーズ召喚、ベルズウロボロス、そしてエクシーズ召喚に成功した場合セプターの効果、セットされた棺を破壊することによってデッキからワンドロー、そして破壊された呪われた棺の効果発動、相手は手札をランダムに1枚捨てることができますよ、よしサンダードラゴンいいだろう、そしてベルズ・ウロボロスの効果、オーバーレイ・ユイトを1つ使い相手の手札をランダムに1枚墓地へ送ることができる、ライデン、よしカードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了、さあそして相手のドラフェイス必殺光の封殺剣、相手の手札を1枚ランダムで除外し、そしてグレンの指名者を発動、相手の手札を全て確認し、そん中から1枚、あーっとサンダードラゴンは落ちていないということは、これをこうしてやればお前は何もできないだろうクソゲーすぎる、頼むモンスター来てくれ、ドロー神ゲーだ、神ゲーだ、ネオスフュージョン発動、ネオスフュージョンの効果によってエレメンタルヒーローネオス、そしてアクアドルフィンを墓地の振り、エレメンタルヒーロー何だこいつ、アクアネオスを特殊化し、アクアネオスの効果手札ランダム破壊バトルやばいこと起こしてるわ、見てるみんな、これが遊戯王デュエルリンクスです。さあお相手の方、海馬社長ですね、聖眼かな、まあ、進化したって言ったら聖眼で、聖眼は多分、ね、ほとんどワンキルしてこないんですよ、3体並べないとね多分ね聖眼ってワンキルできないんで、意外とね聖眼は耐える、あの相性はいいんじゃないかな、局所的ハリケーンがないとバックきついけど、あ強い、あそれは強いな、なるほど、調和だけやめてもらっていいですか、なんだろう調和の法殺で太鼓を切ってツードローするのやめてもらっていいですかね、あ精霊竜はいいですよ、はい全然いいです、精霊竜のね3000とかいう打点はね余裕で超えれるんで、あいオッケーバックアイ、お前か甘えてんなあいつ、ワンキルしないのは甘いですよ、ワンキルしないは強っ、ワンキルしないは甘い、はい、ブイケ召喚、はいはい、ガーディアンしょ、ガーディアンつける、はいはい、で魔導士つける、はい、はいいくつなんだこれおら変身しろよ、おら
変身してみろバカが、バカアイズのバカ霊竜が変身して、で特殊召喚して、はい、はい、はい、おらおらっ強すぎて強すぎて草。さあどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。私のターン、世界、ゴミデッキオブザイヤー決定戦へようこそ。ゴミ実況者リュウです。今日はですね、久しぶりにですねブルーレットオックだけデッキを作ってきました。これなどういうデッキかというと、まあ、ちょっとデッキ解説の方でもまあ解説してると思いますけど、おサメちゃんね、オッケー。あの引いたカードをひたすらに置いていくだけっていうデッキですね。はい、あのひたすらに引いたカードを置くだけっていう、そういうデッキです。とりあえずこれそこらしまーす。とりあえずそこらしまーす。サイクロン、人もやるな。なるほど、まあ、サイクロンはね最近流行ってるんですよ。だからね、あのね一夜と稼げるじゃないですか、おごらないわらじごくって。墓地にトラップカードが3枚溜まったら、だからねそんなにねきつくはないんですよね。あ、何、え、これやばいかな、やばいこと起きるっけこれ。なんかあブリューナークとかが一番やばい、こいつだ。ブリューナークじゃないわ、コーラドラゴン、あホワイトオーラ、あそれは別にいいや、ホワイトオーラ。ブリューナークが一番やばいですね、11交換してくるんで無限にね。モンスターで攻撃、まあでも攻撃してくれればね、あのバウンスはできるんですけどね。俺様がセットしていたモンスターはマッシブウォーリア。このモンスターは1ターンに一度戦闘では破壊されない。ちなみにこのモンスターは自分の戦闘ダメージもゼロになるため、貫通能力とかを持っているモンスターもあんまり効かないぜ。なんて強いんだこのモンスター。さあどうする、俺は引いたカードを置くだけ、俺は引いたカードを置いて使っていくだけだぜ。これが脳死戦法、ブルーレット置くだけっていう戦法だぜ。とりあえずところてん方式の効果、相手または自分の攻撃宣言時、フィールド上のモンスター1体をデッキに戻す。強すぎだろ。ちなみにホワイトオーラドルフィンはどうでもいいです。ホワイトオーラドルフィンはもうマジでどうでもいいんで、とりあえずお笑いで交わるだけつけますか。ガチでどうでもいいんですよ。そこらし切った杖最強だ。これでもう相手の盤面埋めたらもう勝ちだろ。はい、で、はい、これ勝ちよ、これはもう勝ち。相手のアドバンス召喚するってモンスター入ったりそこらし落としたら結構辛いと思うんですよね。ブリューナークとかコーラルで自分のモンスターを戻すとかいうことができないと多分ほぼきつくて、サルベージはどうでもいい、サルベージどうでもいい。多分ねコーラルとか入ってないんじゃないかな。エクシーズモンスターと一応なんかそのホワイトオーラドルフィンだけ入れてるみたいな感じの構築なんじゃないですかね。これね、サルベージはもう超強いな、サルベージは超強い。でバトルフェイズ入る、でそっちももちろんマッシブウォーリアだぜ。ターンエンド行くぞ、さあどうやって勝つんだ、見せてみろエクシーズ召喚とやらを。あ、早くモンスターを出してスキル使ってエクシーズしろ。サイクロン何強いな、そんなカードはどうでもいい。分断の壁1枚くらい割れたところで特に問題はない。局所的ハリケーンが禁止になってしまったらしいな、世間ではかわいそうにな。俺にとっては関係ねえけどな。俺にとってはそんなことは関係ねえ。サンクステ除去できるんだったらしてみな、ドロー。なるほど、グランモールかなんか引いても出さないんですよね。戻したらなんなら相手嬉しいと思うんで、まあ、ウィンダが一番嬉しいですね、この状況だと。ウィンダが一番嬉しくて高圧とか踏んでも大丈夫なんで。で相手多分ねあれ抜けないんですよ、ペトルフィン融合の融合ペトルフィンマジ抜けないんでこの状況。だからエクシーズして打点上げようとして、打点下げようとしてきても、あいつ打点っていうか守備力が2800なんで。はい最強言ってたら来るんだよね、害悪な害悪デッキ使いには害悪カードが集まるんだよね。お前が勝つには程遠いんだよね。フォーさん使いたかったこのデッキ使ってるのに。おっと赤いリーダー、分断しとこ、分断しとこ、
一応分断しとこう。腐ってるし分断の壁。とりあえずこれで、あ、なるほど清掃ね。あ、全然いいよ、全然全然いい。まあ、でもこれ使わなくても別にいいから、本当ね、清掃使ってくれたからありがたいですよね。ショコラショートジュアとかを、一応回避できるあのカードなんで、使ってくれる分にはすげえありがたいっていう。俺はこれでターン、はいはい、全然いいですよ。ショコラショも来てしまった。強すぎない？強すぎるでしょ。さあどうやって勝つのかな、シャークさん。悔しいでしょうね。何もできなくて悔しいでしょうね。君のデュエルは素晴らしい。だがしかしまるで全然程遠いんだよね。ウィンダのクォーターハーツで、ウィンダのとこで精霊獣器ペトルフィを特殊召喚。このモンスターは効果では破壊されない。あとはひたすらだ。この私に立ち向かってきた姿に、お前ゴミが二度と俺の前に現れるな。いや、お前が言うな。